である、中井卓博、新天地が決定。スペイン3部のアモレビエタハ現地7月18日、レアルマドリーの中井卓博がレンタルで加入すると発表した。新天地が注目されていた中、昨シーズンハ2部で19位に終わり、3部に降格したアモレビエタでプレーすることが決定した。次中井くんがスペイン3部へのレンタルが決まってた。2部から降格してきたチームだから競争激しそうだ。2部で22チーム中19位で降格したチームだから、1年で昇格目指すチームだけど大丈夫かしら。3部から降格したチームでも主力になりきれなかったが。ステップアップ走ってるな、まだスペインに残るのか。ピピハ J にボトムズレベルで主要した方がいい。ピピ君ハ J さんでも難しいんじゃないかな。スペインの育成ってさっぱりわからん。それより球の順もそうだったけど、そもそも90分間走る体力がないってどういうことなんだろうかー。